はい、と日付変わって本日も英語物語対戦イベント復刻ドイツやっていきます。ということで、こんな感じで成績できて、デッキ的にはこんな風です。ん？これ以外は全員幻突マックスですね。これだけあと1足りんのか。まあコンセプトは風に変えて、みかんなんかのサポートしましょうという作戦、もしくは蘇生とか。2番手に古矢入れてもなんか大変時のが結構多くて、環境が上がってくるとあんまり通用しんくなったで、まあ、こんな感じにしましたということで、まあとりあえずいいのでやっていきましょう。あのあれ、属性変化はすごい神経使うというか集中して計算しないとあれですよね。結構ミス多い。どっちがいいかな、変えた方がいいかな、変えん方がいいかなって天秤にかけて、新潟がめんどくさいんだよな。これが貫通できんものも出らつらいわ。これ新潟がいけんでかんわ。あまあトータルコストが高いんでこいつ使っとんですけどね。新潟だとコストが9ぐらいがあるか。微妙にあれだな、補正効いても貫通できんもんな。難しいなあれは。新潟が倒せるとめっちゃ楽なんだけど。はあ、微妙なとこだなここは。Usually, slightly, suddenly, nearly. そうだな、ここは火に変えた方が賢いですよね、本当。2番手入れるなら、あの次の変えたアカウントの方はあの火変換入れてますもんね。水で吸われるし、トータル的に考えると。わさびおるか。なかなかあれだな。To feel sorry or sad for something you did or did not do. Regret, forget, wonder, suspect. 疑っちゃいかんよね。そうだな、七夕ピオも入れたいとこですわね。コスト的にもうちょいきつかったら七夕ピオ使うかな。ここはまあ使わんかな。このいかに古屋で火を吸うか、ここがあれですよね。古屋サポートが本当に。逆に敵の古屋はもう絶対潰すためにか風変化、意地でも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 風変化みたいな。Talent, personality, hobby, leisure.こいつが勝ってんだよな、まあ本当に。幻突マックスだとめっちゃきついもんね。イベ補正来て5000円ぐらいあるんですよ、確か。ああ、叩くとわかる。幻突しとるかしてないかは。これであれか。Reproduce. 白あれだな。どうだ。ああ微妙にあれか。Sad, mad, 微妙なとこっすね、ここは。まあ一応こうだけど。あ、反対語か、ごめん。マッド押すようになった。このあれなんですよ、いつもはチャラけてるか、結構
適当にやっとる感じなんですけど、属性変化を全部入れるとめっちゃ上下全部見とって瞬時にあれですもんね、判断しんと。こういうだから敵の体力が少ない時は楽ですよね。やってもやらんでも一緒だから。そう来るわな、やっぱり。Hopeless, boring, bad, slow, promising。この対照的なのか同じ語っていうのは結構あれ見逃す。Promising。どうしてもあれだな、全員蘇生できて、かつ体力が3000ぐらいあるんで、やっぱマウントゴックスの小林先生を使いますわね。わけで終わるか。Pig。あ、すいません。計算したの間違えておった。引き分けだと思ってた。Thanks。Thanks。あれ？アイコン。本当はあれなんですよね。この遊びっていう意味ではここら辺か薄巻きかこの辺りにみかん入れたいんですけど、やっぱ徹底的に蘇生とサポートしていくってことで、薄巻きとガヤマは順番はどっちでもあれかなって。ただ最悪問題ミスとかへぐった時にガヤマが前におると風呂屋に吸われる可能性があるんで、まあその可能性を消したかったというところで、1番手と2番手もどっちでもいいんですわね、ミカ先生でも。ただこれイベ補正が効くんで 1.5 倍ぐらいになるで、5000?3500 とかそんなもんぐらい、うん、だからまあトータルコストで本当は属性が不利なんですけどね。まあとりあえずアカウント変えてもう一個の方でやっていきますということで、チェンジ、チェンジしましたということで、こっちの方がめっちゃ勝率良くないですよ。もう5割切っとるところで、なんかデッキじらしたらどんどん泥沼になって、デッキ的なコンセプトは向こうとそんなに差はないんですよ。手持ちがないもので初戦同様にして、さらにこっち三河先生持ってないんで1ターン目はあれ間違えた、疲弊にして、まあ、最後は同じことやりたくないんで宮古先生で回復させようっていうところなんですけど、幻突が足りてないかな、やはり。薄気間ですらこれ未幻突で拾ってきたっていうだけで、ほとんどみんな未幻突、これだけですね、無理やり上げたのは。これも全然で、ここだってまあまあまあ、こっちはぼちぼち集めとるというところで、やっとる人は一緒なんだけどデッキが違うだけこんだけあれなんですね、勝率が。まあ手持ちのキャラももちろん違いますけど、まあいいんでとりあえずやっていきましょう。みかん使った方がやっぱあれですよね、面白みがあるというか、瞬間的な破壊力出してどうしてもそこへ行っちゃいますよね、コストが低いと。特に全属性はでも本当にあれですよね、難しいですよね、ある程度の法則性がないというか、費用対効果で確率が高いから風のサポートもしくは風みかん中心とか蘇生を追いかけるという形にするだけで、そうだな、三河先生とか新潟を持ってない私としては同様の火力に頼るしかないですもんね。これが辛いんだよね、なかなかこれがめっちゃ迷うわ。火のがいいよなあいつだけだで、ああそうだな、火のがいいな。任意でしょ。ヒッターがオールで耐えれると思わんすけど、
これはやめるか。ほんとこの属性変化はあのすごいあれだね、あの色がばらけるほど考える。ほんと普段再三さっきも言った通りいい加減にやっとる自分の身に見えるんですけど、この属性変化を特に入れるとき、全属性のコスト低いときはやっぱりですよね、考えますわね。これもそうだよな、結局ヘビがオールで、ああ反対語か、そうそう、だから問題より先にあれなんですよね、上と下をじーっと見比べて体力がどんだけあるか、あの自分の記憶の範囲で限突マックスのステートを考慮して少ない脳みそで計算しとるという感じですもんね。あ、ターゲットの忘れとった。これじゃあかんな。あ、でもあれか、コスト的にそんなあれか、コスト的じゃねえわ。どうしても倒したいけど苦手色っていうのを避けますわね。これが微妙なんだよな、ここは本当はねえというところで。よ、ヘビもでも重いよな、入れたいは入れたいけど、だからみかんに頼っとるというところなんですけど、竹島はあんま見んすわね。末期でもあんま見んかった。やっぱ費用対効果が高くて低コストでも持続性があったり防御できるとか、やっぱあれだね、火とか水とかそこら辺いっとるね。そういうことか。そうだな、最後の蘇生もどうしてもあれですよね、全体生き返らせるなら小林先生をまあ使うよなっていうところで。本当はここに風変化の、あの名前出てこん、誰だった、九州の方におる火のキャラで2ターンで風に変化するやつ、ヨリインか、うん、あれ使っとったんですよ。まあここら辺は一緒か、タゲはあれでも100% 蘇生だとあんまあれですもんね、体力回復が何万おっても、まあ空気になっておらんよりはっていう感じですけど、まあなかなかあれですね、全属性で、あのスキルが全部が全部うまくかみ合うっていうのはないですよね、味方が敵にとってもそうですし。ん、どうした、回線じゃないよね、え、回線落ち、自分のネット監視したいのが割と貧弱なんで疑いますわね。それが出てくるか、そうくるか。それが来ますか。なかなか最後きついとこ来ますよね、これ。きついな、これはなかなか。きついっすね、これ。鈍行か最後に来るか。
thanks。 きついですねこれは。Thanks。 なかなかきついですね。おっとレベルアップ。これはあれか、ちょっと待てよ。A と B 否定するときはいいんですよ。それはちょっと、その他のあれじゃないか。複数とかのあれじゃないか。それだったらメモとかな。これあれなんですよ。例えば問題やっとっても、自分の中でそれが答えたのが曖昧な部分があったとしたら、そういう場合は例えば今やらんすけど、これはその、両方否定の複数とかじゃないから、自分の思い違いだったからよかったけど、これが仮に自分の解説なんかと覚えとったのと違っとったら、これ、シャメとって、暗記アプリに入れとくんですよ。で、後からそれを復習するというのは、それはまた別話として。そうすると、英語物語だけじゃなくて、他のとこでも、分散学習で復習できるんで、デッキ的にあれですね、話戻して。やっぱあれだな、全体的な、煙突不足を痛感しますね。ほんのちょっとのところで耐えたりっていうのは、さっきの方のアカウントだとガイマが少し耐えたりとか、微妙なところがあれですわね。微妙にの逆に残したりとか、そこら辺もあるよなって、出直しというところで、コツコツこれは、キャラは育てていきますということで。あれですよね、コストの低い時にこっちやっとかんと、コスト無制限とかになるともう手も出しも出んくなるようなデッキだから、そんな感じで終わりましょうということで。はい、英語の物語復刻イベントドイツ、コス、ん、属性、ん、なんかまとまってないね。無制限、コスト縛り90でした。こんな感じでこっちはボロボロだったんですけどね。はいはいはい、そんな感じで終わり。